こんにちは、矢田部コーチです。今日は30秒で反応を高めるウォーミングアップを紹介したいと思います。それではどうぞ。耳、頭、膝、お尻、地面、頭、くるりん回って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 、頭を触って黄色背中、肩、頭、膝、頭、黄色。耳、肩、お腹、背中、お腹、背中、膝、頭、眉毛、くるりん回って、赤。はい、どうですか？子供たちがとても楽しんで練習している様子が見れたと思います。このように体の部分、頭、耳、お腹、肩などをこう触っていき、あるところで、目の前にあるフラットマーカーの色を、言って、それを早く取った方が勝ちっていう風な、ルール設定になっています。単純なものなんですが、すごく楽しんで子どもたちがやってくれているので、すごく、僕も嬉しいです。で、こういうちょっと面白いウォーミングアップを練習の初めにやるというのは、気持ちを揃えるっていう部分に、つながってくると思います。こういう楽しさを、楽しいっていう気持ちになってほしいので、そういう気持ちを、統一する、みんなの楽しいのレベルを統一して気持ちを合わせるっていうところが、すごく大事になってくると思っています。子どもたちは、まあ、学校だったり家だったり、まあ、いろんなことを経験して練習の会場に足を運んでくれています。でその中で、まあ、学校で嫌なことがあったりとか、お友達と喧嘩してしまったりとか、まあ、家でお父さんお母さんに怒られたりとか、ちょっとやってはいけないことをやってしまったりとか、まあ、そういうことをした時に、来た時というのはちょっと顔が沈みがちな、子がいます。で実際そういう部分を引きずったままトレーニングに入ってしまうと、なかなかこういいパフォーマンスができないかなっていうふうに、思っています。なので、全員の気持ちを、ウォーミングアップの楽しさの部分で、揃えていくっていうのが、すごく、大切だと思っています。ですが、楽しい練習をずっとこう続けてやってしまうと、ちょっとこう気持ちがそっちの方に行ってしまいがちになるので、まあ、ちょっと時間は短めでさっと楽しい練習をやって、じゃあここからまた練習始めるよっていう形で、切り替えを、促しながらトレーニングを進めています。でこういう練習は、楽しいものなので、お家でご兄弟とか、ご家族でも体験できるゲーム形式になっていますので、ぜひ、交流を深めていただけたらいいなと思います。でさらにこれからもこういう面白いウォーミングアップであったり、まあ、これからご家族でお家でもできて、ご家族でコミュニケーションが取れるようなものもあれば、ぜひ紹介していきたいと思いますので、これからも、クラキチャンネルよろしくお願いします。それでは今日の30秒でできる反応を高めるウォーミングアップ、紹介いたしました。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録と高評価ボタンでクラキチャンネルを応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。